どうも、DAIGO です。今回の動画はですね、あれをやめるだけで人間関係がめちゃくちゃ良くなると。てか人間関係から感じる幸せをですね、感じやすくなるというか、充実すると。リア充になれると。そういったですね、ものをご紹介したいと思います。あれって何なのかって話なんですけど、それを今日ご紹介します。本当にやめるだけでいいです。やめても皆さん損しないどころか、むしろ得をするようになるので、しかもやめることに対してですね、労力はいりません。一言、相手に言うだけで、これやめれます。確実に。というですね、テクニックをご紹介したいというふうに思います。そんな風にですね、このチャンネルではですね、皆さんの人間関係から、人生を変えるためのですね、テクニックもね、さまざまな心理学の知識をご紹介するのがこのチャンネルになりますので、もしよかったらですね、1日3回ぐらい放送してますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、今回のですね、研究はですね、非常に面白いですね、サセックス大学の、研究をご紹介したいと思うんですけど、僕らがですね、結局人間関係で喜びを感じるときって、人間関係の特定の部分に対して脳がですね、反応して幸福感を感じたりとか充実感をですね、感じてるわけですね。だから人間関係でも同じ人間関係でも考え方をちょっと変えるだけで良くもなるし悪くもなるってことが分かってるわけですよ。じゃあ僕らが人間関係で最も気をつけなくちゃいけないのは何か、コミュニケーションで気をつけなくちゃいけないことは何かというとですね、親切の取り扱いなんですよ。他人に親切にしたりとかされたりしますよね。でこの時に、人間ってどういう対応をすれば一番人生に対して得なのか、そして相手にとってもいい影響があるのかってことを調べるという研究になっております。でこれよく日本のですね、常識で言うとですね、お返しをしなくちゃいけないって感覚あると思うんですけど、このお返しがですね、実はやり方を間違えるとむしろ人間関係にひびを入れるということが分かってるんですよ。でですね、僕らのですね、親切って基本的に二通りあります。今お返しの話をした理由がまさにこれなんですけど、いわゆるですね、他人にいいことをして気分良くなりたいから、他人親切にすることによって自分が気分良くなるし、ただ単に親切にしてあげたいから、喜ぶ顔を見たいからってことで、するですね、見返りを求めないタイプの親切ですね。でこれが一つ目の親切です。で二つ目の親切が、科学者が言うとこのですね、戦略的親切ってやつで、これ何かというと、お礼を求めたり見返りを求めたりする親切です。親切には二通りあるんですね。見返りを求めない、ただ単に自分がいい気分になりたいからやってあげる親切、ボランティア的な親切と、見返りを求める戦略的な親切です。でこの二つのパターンをですね、行った時にどういうふうにですね、僕らの体内に違いが起きるのかってことを調べると、面白い実験してくれたのがサセックス大学の研究になります。はい、これ実はですね、サセックス大学の研究によると、 見返りを求めない親切ってですね、人間に対して大きな幸福感と、さらにですね、脳のですね、活性化を作り出してくれるってことが分かりましたってことがですね、この研究の要点の部分です。ざっくり研究のですね、内容を説明すると、親切に関するですね、様々なデータからですね、質が高い36件をですね、まとめたですね、メタ分析になってます。1150人のですね、脳をですね、ファンクショナル MRI で調べて、親切でですね、どういうふうにですね、脳の反応がですね、変わったのかってことを調べたっていうですね、そういった研究になりますね。はい、でこの研究で分かったのはですね、実は見返りを求めたですね、戦略的な親切よりもですね、いわゆるですね、他人のためにしてあげたいから、さっき言ったみたいに他人にいい気分になってほしいから、自分が人に親切すると気持ちがいいからっていうですね、いわゆる利他的なですね、感情を持って見返りを求めないで行った親切の場合はですね、脳の中でですね、多くの場所が活性化したってことが分かったんですよ。つまり見返りを求めない親切の方が僕らの脳は活性化するわけですね。はい、でつまりどういうことかというと、やっぱ親切をしていい気分になりたいと、しかも親切する自分でちょっとかっこいいじゃないですか。そういう親切なことを自分してる自分が好きっていう感情で、親切を行った場合っていうのはですね、僕らの脳はですね、その戦略的な親切とそれをですね、明らかに区別してるわけですよね。そう。だから、逆に言うとですね、報酬を求めたりとか、してですね、親切を行ってしまうと、かえって損をするですね、ことがですね、起きてしまったりとか、あるいは逆に親切にしてくれた時に、変にお返しをあげようとか、お金でですね、返そうとか、で、支払いをしようと思ったりすると何が起きるかっていうと、これ実はですね、相手のですね、脳の反応が変わってしまって、親切変えられる満足感が減っちゃうんですよ。そうすると、かえってですね、ネガティブな影響が起きたりするんですね。わかりやすく言うと、例えば自分が相手のためを思って親切にしてあげたのに、お金で返されたりとかすると、例えばね、別に親切していい気分になろうと思ってやったのに、例えば普通に1000円とか渡されたりとかすると、いいけど、でも1000円、仕事として1000円払ってもらってやるにはちょっとなんかなんていうの、割に合わなかったなとかっていう風になるって感じですね。例えば友達の引っ越しを手伝って、いやーマジ助かった、ありがとうと、俺一人で絶対運べなかったよって言われたら、いいよ別にお互い様だから去っているのに、ありがとう、これちょっと今日の俺だから取っといてっつってですね、なんか例えばなんかね、2000円とか3000円とか適当に渡されると、いやでもちょっと結構今日6時間ぐらいの中で運んで3000円のちょっとバイト代としてはなんか割に合わなかったなみたいに考えちゃうみたいな、つまり親切行為が商取引になっちゃうわけですよね。でこうするとかえってですね、相手の親切な満足感というのはですね、減っちゃうんじゃないかと、いうことをですね、研究者たちは動機に持って調べてくれたんで、実際ですね、脳の反応も違うし、長期的なですね、満足度も減っちゃうんですよね。だから
例えば友達とかですね、家族とか、例えば皆さんのパートナーとかと、する時もですね、する時もつまり親切にしたりとか親切にされたりする時も見返りをですね求めたりとか、いわゆる見返りなら報酬のやり取りを行ってしまった瞬間にお互い損をするわけですよ。そうだから、ポイントとしては親切をですね、対人的にですね行う場合、皆さんの人間関係で親切をですね行ったり行われたりする場合っていうのは基本的にやってはいけないのは報酬のやり取りです。報酬のやり取りするぐらいだったら感謝の言葉をバコンってたくさん与えた方がいいし、逆に感謝の言葉をですね素直にもらっといて、いやもう気持ち言葉だけでいいからっていうふうに言って、お返しとかですねお金をその場でもらわないと、でいつか帰ってくる可能性あるんですけど、それはいいんですよ。いつか帰ってくる可能性あるんですけど、それを求めたりとかしないで、その場ではもう自分が感謝の言葉をもらった、相手が感謝してくれたことだけをですね喜びにしておいた方がお互いに得しますよって話なんですよ。だからつまり親切をですね、する側もされる側も、感謝の言葉のやり取りをすることだけがですね、感謝の姿勢のやり取りをすることだけがですね、人間関係においてプラスになるわけで、変にですね、報酬のやり取りをしない方がいいよということがですね、この研究の、から得られる知見でございました。はい、つまりですね、まとめると、人間関係の親切に対して報酬を出したりとかもらったりとかしちゃいけませんよっていうのがですね、人間関係を良くするための非常にシンプルなテクニックということなんですね。そうだからどうしてもねもらいたくなることもあると思うんですけど、でもそこでグッとこらえてあげた方が、かえってですね自分の、長期的なですね幸福度につながったりとかするので、親切にはですね報酬のやり取りはしないようにしましょうというのがですね、この研究からですね分かる、テクニックでございました。ぜひ皆さんやってみてください。どうしてもねなんかもらったりあげたりしたくなるっていうふうに思うんですけど、でもやっぱり人間関係下手な人ってよくこういうこと言うんですよ。親切にしても帰ってこない人たちばっかりなんですよ私の場合には、と、ね、いろいろしてあげたのに何も返してくれないんですっていうふうに言うんですけど、これはですね半分は確かに返してくれない相手が悪いかもしれない、でも半分は見返りを求めて返してくれないって文句言うってことは、返してほしいってちょっと思いながら相手に何かをしてあげてるわけですよ。こういう親切の仕方をしてしまうと、むしろ自分の人間関係とか、にはですねネガティブな影響が起きちゃうので、そもそも見返りが欲しいと思うようにしなければいい。てかもっと言うと、これ僕がやってることでテクニックですけど、見返りが欲しいほどのことを相手にしないことです。つまり別に自分が好きだからやってるし、別に自分にとっては大した労力じゃないからいいよってやってあげると、つまり自分のですね身を切ってまでやるような親切をしなきゃいいんですよ。でこうすると見返り求めることないし、自分が親切することによってですね自分の時間や労力が削られることもないし、そこからですねと感じるですねやっぱり人間関係のメリットをですね削ってしまうこともなくなるわけですよ、強化性したみたいな。というわけで皆さんも見返りがいらないぐらいの軽い親切をたくさんしてあげましょうということがですね今回のまとめになりますので、ぜひやってみてください。でまあですね人間関係ってなかなか難しいんですが、一応僕人間関係の方も出してるので、もしですね人間関係に悩んでる方はですねぜひ一読してみてください。1時間ぐらいで読める本なので、今日のですねおすすめ本はですね、コミュ障でも5分で増やせる超人脈術と、で別にこれ人脈のテクニックじゃなくて、人脈っていうちょっと言い方あるんですけど、ネットワーキングっていうんですが英語だと、まあいわゆるですね人間と人と人とのネットワークをですねどうやってマネジメントすればいいかっていうですね科学に関してまとめた本なんで参考になると思います。ぜひ見てみてください。で今日のですね、続きの動画なんですが、あともう一個ですね、めんどくさい人間関係をですね切りたい方にはですね、人間関係をリセットして自由になる心理学って本もですね一応お勧めしておきます。これもすみません僕の本なんですけど、これは切るための本ですね。基本的には人間関係の切るための本と作るための本を両方セットでですね学んだ方がいいと思います。なぜかというと、切ってばっかだと人に友達いなくなっちゃうし、作ってばっかだと、無駄人間関係に囲まれちゃうんで、ゴミ屋敷みたいになっちゃうんで、セットで学んでみてくださいというのが今日のおすすめの本でした。で今日ですね続きで、このですねおすすめした人間関係の本の美味しいとこだけまとめた動画の放送やってますんで、もしよかったらこっちもチェックしてみてください。今日の続きの動画、コミュ障でも5分で人脈作れる方法ですね。これはまあ人間関係に関するですねポイントをまとめた放送になっておりますんで、まあ、コミュ障でもまあ僕でもですね人間関係ですね作れたぐらいなので、皆さんでも多分作れると思います。そんなですねテクニックをまとめた放送になってますんで、続きぜひですね番組概要欄またはコメント欄の方からコミュ障でも5分で人脈作る方法をチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。